待て、何をしてるんだ。ああ撮影だよ撮影。やっし、俺が取るに値するのはお前だけだ、マイコ。撮影は終わりだ、マイコさんを返してもらう。あ、お前はオリベル翼。そうか、お前らはマイコの事務所の人間、俺のミューズを奪いに来たのか。クロム、クロム、どうした。シーダ、シーダ、ダメ、シーダが答えてくれない。一旦引こう、カルネージなしではさすがに戦えない。この程度のハプニングで撮影を投げ出すだと。最近のモデルどもはゆとりか、ゆとり世代なのか。特にオリベ翼。はい。俺がマイコの事務所の人間だって聞いてお前に期待してたんだよ。マイコが作った事務所のタレントなら今時のアイドルどもと違いモデル魂を持ってるんじゃないかってな。だが蓋を開けてみりゃお前もそこらの偽物どもと同じだった。写真という芸術への敬意も欲求も何も持ってないアイドルをよこすんじゃねえ。マイクの目は節穴だ。確かに私はド素人でダメ出しばっかりだからバカにされても仕方ないです。でもそれは私のせいで、マイコさんのせいじゃない。ああ、マイコさん見る目なくないです。私が証明してみせます。ともかく私だってやるときはやるんです。ド素人のくせに、そこまで言うならモデルとして俺をうならせてみせろ。ああ、クソつまらねえもん取っちまった。やっぱり俺のミューズはお前だけだぜ、マイコ。いつきくん、ここは出直してこいってことか。そうだ、クロムは。俺は大丈夫だ。あの男のカメラとやらはミラージュの力を一時的に封じることもできるようだ。厄介ね。ねえ見て、いつきくん、今度は一体なんだ。すごい人だよ。みんなあっちの方に何かやってるのかな。剣社さんのライブ。そっか、今日だったんだね。ごたごたのせいですっかり。でもなんか変だな。街はこんな状況なのにどうしてここだけ賑わってるんだ。見ればわかるわ。え、でもこんな時にライブなんて。こんな時だからこそよ。忘れた？今のあなたたちはミラージュマスターなのよ。一流のパフォーマンスに触れれば得るものは必ずあるわ。な、
なるほど。チケットは持ってるわね。さあ、行きましょう。剣社のパフォーマンスは本物。彼は数少ない本物のアーティストよ。周りを見なさい。社様！ああ、彼の歌で荒んでいた心が癒された。世界はこんなにも輝いている。渋谷はこんな状況なのに、ファンは…真に優れたパフォーマンスは、どんな状況でも客を見せることができる。それは堀野沢が言っていたことと同じ。その意味がわかる？翼。ライブとモデル、表現は違えど求めるものは同じ。それは見るものを魅了するパフォーマンス。見るものを魅了するパフォーマンス。見た人を魅了する写真。翼に欠けているのは見せ方、そのビジョンよ。ビジョン？翼がどんな写真を撮ってもらいたいかってことじゃないかな。撮ってほしい写真。私はどんな写真を撮ってもらいたい。This looks like we have a message from a Tiki. So it looks like we have to head back to the Fortuna office. Okay, simple enough. Let's go ahead and do that. Let's do that with our favorite skill. Oh, we can't do that here. Huh. I don't know why I even bothered, because I could just do this. フォルトナのタレントだったのか。あ、
まだ見習いって感じですけど、どうして畑中さんがうちの事務所に？君んとこの社長さんに呼ばれてたんだよ。そっちの子、織部翼さんの売り出し方の相談をしたいってね。わ、私ですか？さあさあ。で、島崎社長はいつ戻ってくるのかな？しばらく帰ってこられないわ。そうなのかい？せっかく時間を作ったのに弱ったな。何かの打ち合わせが長引いてるとか？堀野沢信が。ああ、堀野沢さんとの打ち合わせか。へえ、まだ彼とつながりがあったんだね。てっきり彼女が引退したのと同時に切れたものだとばかり思ってたよ。あんなことがあったらね。あんなこと？あの二人は昔ね、モデル業界の名コンビだったんだよ。そうなんですか。そっか、今の若い子は知らないのか。これがジェネレーションギャップ。おじさんちょっとショック。ということはもしかしてマイコンプレックスも知らないのかい？マイコンプレックス？島崎社長の写真集だよ。モデルからマルチタレントに転向した直後に出されたものなんだけどね。アンニュイかつコケティッシュな美少をたたえたマイコポーズは日本中の男を虜にしただけでなく、当時のファッション業界にも絶大な影響を与えたんだよ。で、その写真集を撮ったのが堀野沢さんなんだよ。細かい話は省くけど、あの二人は名コンビすぎたんだ。だから当時深い仲だって噂が流れてね。そのせいで二人は一時期業界での立場が危うくなったんだ。舞子さんにそんな過去が？と、島崎社長がいないんじゃ仕方ない。次の打ち合わせもあるし、僕はおいとまさせてもらうよ。じゃ、またね。堀野沢と舞子にそんなつながりが。私も知らなかったわ。舞子の現役時代の写真を探してみましょう。写真ですか？現在堀野沢信が魅力的な被写体として認識しているのは舞子だけ。舞子の写真を見ればその理由がわかるかもしれない。舞子さんに会って翼にないもの、それを見つけるヒントがきっとある。ええ、手分けして畑中が言っていた舞子の写真集を探しましょう。マイコンプレックス、これが畑中さんの言ってた写真集。すごい、見てるだけでドキドキしてきちゃう。これがプロの作品。撮る側も撮られる側も徹底的に見せることを追求し妥協していない。何かつかめそう？舞子さんの写真を見ていて気づいたの。どの写真の舞子さんも安心してるって。トーマくん、マイコンプレックス私ももっと見ていい？え、ああ、おう。どうしたの？男なら仕方ないんすよ、特にこのページとか。
こうプライベートを覗き見してるっていうか、恋人に見せるような仕草とか表情にグッときちまうんです。おかしいな、映ってるのはあの舞子さんだって分かってるはずなのに。で、今の俺興奮しすぎ？そうね。うわらってごまかされた。ともかく、それって舞子さんの子を取ってほしいと堀野沢さんの子を取りたいが一緒だったからじゃって思った。だから舞子さんは堀野沢さんに全て委ねてこんなにドキドキする写真集ができたんだよ。それに比べて私は恥ずかしい、早く終わってって思いながら言われるままにポーズを取っただけ。それじゃあ怒られて当然。私を撮ってくれるスタッフにも見てくれる読者にも失礼だよ。マイコンプレックスを見てそれが分かったから、私もう撮られることから逃げない。カメラと、そして私を見てくれる人みんなに真正面からぶつかっていかないと。そっか、うん、翼らしいと思う。それで樹君にお願い、私の考えたこう撮られたいってポーズに男の子目線でアドバイスして。分かったよ、俺の意見でよければ。求められるのは小手先の技術じゃないと思う。思いと魂の発露だ。ふん、樹君。もっと行けるかな。表情に憂いと恥じらいも欲しい。こう？ああ、いいと思う。けど、翼ならもっともっと上を目指せる。今度はポーズに喜びと期待があれば。私、やってみせるよ。コケティッシュに、それでいてソウルフルに。これでいけるかも。やったな、翼。上出来よ。そのポーズをさらに磨けばきっと堀野沢を満足させられるわ。イエーイ、 A new beauty note。これできっと堀野沢さんを納得させることができるよね。ええ、翼は頑張っていたもの、きっとうまくいくわ。うん、私やるよ。
いつき君と一緒に考えたこのポーズで絶対舞子さんを助けるんだ。頑張って翼。And with that, we are ready to go back and kill stuff. And lots of topics. Lots of topics. Holy crap. Really? Da-da-da. Let's go back to Illusionary Shibuya. Let's go ahead and save before the boss.